ビニロンはポリビニルアルコールをアセタール化して得られる合成繊維の総称である。別名ビナロン。北朝鮮、江南の2.8ビナロン連合企業所。北朝鮮はビニロン生産に力を入れている京都帝国大学の桜大一郎及び共同研究者のリマスはじめ、第二本宝石の川上広志らによって1939年に初めて合成された。 ナイロンに2年遅れで続き世界で2番目に作られた合成繊維であり、日本初の合成繊維である。当初は合成1号やカネビアンと呼ばれていたが、1948年にビニロンと解消された。工業家の研究は戦争のため遅れ、桜田と友成99、川上らの研究によって、倉敷レきれン第二本宝石で、 工業生産が開始されたのは1950年のことであった。戦後にリマスはじめを受け入れた北朝鮮では、ビニロンは、同国の発明品とされ、同国主席の金日清が命名したビナロンという名称で呼ばれる。北朝鮮では主体科学の先駆けとして、ビナロン繊維産業に力を入れており、同国で生産される軍用を含んだ、皮膚類に多く使われていると言われている。 合成繊維中、唯一浸水性で吸湿性であるという特徴を持っており、面に似た風合いの繊維である。その他に、高強度、高断性率、耐光性、耐薬品性といった性質を合わせ持っている。ただし、化学変化や熱に強い反面、染色しにくくゴワゴワするという端緒があり、医療用の繊維としては使用しにくい。そのような性質から、 産業用資材として用いられることが多い。主な用途としては、ロープ、のり網、ゴムやプラスチックの補強繊維、石綿に代わるセメント板の補強材などが挙げられる。また、フィルム状にした場合の平面性や、光学的透過性を活かして、液晶表示装置の変更版や、衣類や、新装品など各種繊維製品の外装フィルムなど、繊維以外の使用法も開発されている。 湿った状態からアイロン等の熱源で加熱加圧することにより乗り付けしたような肌触りを持つことから業務用シーツの素材に使用したり熱に強い性質を利用して難燃素材として作業服等に使用されている焼却してもダイオキシンや塩化水素などの有害ガスが発生しないので前述のように放送材としてもよく利用されているポリビニルアルコールに 三色媒の存在下でホルムアルデヒドを反応させる。それにより、ポリビニルアルコールの1、3、ジオレルブでホルマール化が起こり、感情の1、3ジオキサン構造が導入される。なお、この際に、確率的には13.5%のヒドロキシモトが未反応のまま残る。2009年の日本におけるビニロン繊維の生産量は3万1000トンで、ある。 なお、2010年以降、その生産量は個別の統計ではなく、その他にまとめられている。学生服、レインコート、カバン、ロープ、巨網、繊維補強コンクリートの補強用繊維、下下火用縫合糸などに、また非繊維用途として、農業資材や水溶性樹脂素材、包装材や変更板等にも用いられている。自衛隊の保ロ、爆車、作業服にも、 ビニロンとの混合製品がある。ありがとうございます。